も DTTM でよく、今日も低い声で頑張っていきたいと思います。今日は、こちらを購入してきました。ですね、まあ、あのシーズンですね、夏に近づいてきてもうシーズンが始まってます。何を買ってきたかというとですね、恋子、恋のね、ちっちゃい子供の稚魚を100匹ですね。これはいつもまあ皆さん前の動画でね、コアカをあげてたりだったりとか、まあ、ちっちゃい金魚ねとかあげたりとか、メダカをあげてるのを見ると思うんですけど、ちょうどこの時期から、鯉の子供たちがですね生まれ出して、こういう風に鯉の子供をね、あの餌に、こいつらはもう万能なんですよ。栄養満点だし、ね、まあ当然それは命には感謝しなきゃいけないんですけど、まあ、そうしてやっていく、まあ、この恋子のシーズンがやってきてですね、今日、まあ、練習終わりに、息子を連れてアクアリウムショップにですね、あの、はい、まあ、そこに行って、あの購入してきた、100匹の恋子になります。でこれを今日はドバンってあげるところを豪快に食べるっていうのを本来なら見せたいんですけど、まあ、あのこの子たちね、まだこんなんなんですよ、ちっちゃいんですよ。なんで、まあ、このちっちゃい子たちを、まあ、あのアロワナにあげても、まあ、すぐ100匹なんてペロッと食べちゃうので、ね、僕のアロワナ大きいんで、まあ、めちゃめちゃ大きいんで、なんでそれをしちゃうとちょっとこういう子がもったいないかなということで、まあ、実は、こういう方法もあるんですよっていうことをですね、ちょっと皆さんに紹介していきたいと思うので、今日はそういう動画になります。それではやっていきましょう。はい、こちらが、100匹の恋子たちになります。恋の子供です。じゃあ早速割っていきますね。まあ、恋の子供は栄養満点なんで、僕は一番その生き餌の中では好きな、お気に入りのというか、まあ、僕が気に入ってるだけで魚たちはどうかわかんないんですけど、まあ、一番いいなと思ってる餌、生き餌なので、まあ、あの本当だったら100匹よりももっと多くですね買いたいんですが、100匹以上買ってしまうと、まあ、僕は 要するにもうスペースが、買うスペースがないのでですね、あのとりあえずは100匹で、100匹で1200円でしたね。1200円で100匹を購入してきました。でまあ今から何をするかと言いますと、まあ、とりあえずこのバケツに入れたわけなんですけど、まあ、この子たちさっきも言ったようにあげると、まあ、今はもうね大きいアロワナたちなんで、すぐに餌になっちゃいます。でまあお腹いっぱいにもならないまま餌になっちゃうので、まあ、それを避けるためにこの子たちを今から僕が100匹飼育します。で飼育して、まあ1匹1匹はね大体まあこれぐらいの小若効果ぐらいの、今これぐらいなんですけど、まあこれぐらいかなとか、まあ小指ぐらい、小指よりちょっとちっちゃいぐらいかな、だからこの第1、第2関節ぐらい、これぐらいになれば、まあ、あのこの子たちを餌としてあげるわけで、でまあ当然去年もやったんですけど、まあ、この子、このね恋の子供たちの中から、まあ、色が良かったり面白いなって、面白い色の入り方してるなっていう子たちをですね、あの実は去年も4匹かな、4匹ぐらい育てたんですよ。で育ってみて、まあ、大体これぐらい大きさでいうと、うん、ぐらいになってきて、まあ、だいぶそろそろしっかりした、場所に入れながら90センチとかに入れようかなと思ってた矢先に、まあ、亡くなっていっちゃったんですよ。本当に残念だったです。でまあ、その頃にはもう恋のシーズンも終わっていて、新しい恋子を買うことができずに終わってしまったんで、まあ、そのリベンジをこの子たちの中からも何匹かちょっと探したいなというふうに思います。なんでとりあえずこのバケツに入れて、今は水を足して、でブクブクを入れて飼育するんですが、まあ、後々は今ね60センチの水槽を買ってきた、奥さんから買ってもらった水槽がですね、今メダカが3匹、竜の瞳が3匹だけ入ってるので、その竜の瞳3匹をちょっと別 の飼育ケージに入れてですね、でそちらに恋子をドバッと今後入れていこうかなっていうふうに今検討中です。でまあとりあえずこの子たちを今すぐドバッと開けて食べさせるっていう動画じゃないので、まあ皆さんそこら辺はね
もう少し先大きくしてからあげますよっていう動画を、まあ、また今度作りたいと思うので、まあ生き餌のあげ方としてこういう風にね、自分で餌を大きくさせてあのアロワナたちにあげるっていう方法もあるんだよっていうのを今日はぜひ皆さんにこの動画で伝えたかったですね。なんでまあこの餌がですね、まあうちのね、あのクレハちゃん、クレハちゃんなのかクンなのかわかんないですけど、まあクレハの餌になったりですね、まあこの下にいるね、あのエイ淡水エイのねハイブリッドの子たちの餌になったり、あの向こうにねカッパだったりね、あのヒエジだったりね、カスオ、まあそうだね、ダトニオのダトニね、この子たちの餌になるようにですね、まあ大きくしていきたいなと思います。そしてまあ当然のようにこちら、この子は多分今あげてもすぐ食べると思うんですけど、まあ、この子たちももう少し保留ということで、で今絶賛キングダム読み始めてます。まあ関係ないんですけど、まあそれでですね、この鯉の子供たちをですねしっかりと育てて餌にしていけるように、頑張りたいと思います。それでは今日の動画はここまでにしましょう。 See you next time. Bye bye.